めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいっすよ。はい、皆さんこんにちは、アッキーです。もう見えちゃってるんですけど、ついにでで完成したこの GSX 刀で今日はツーリングに行きたいと思います。なんかほんとね、GSX なんですけど、完全に新車っていう気分です。別物みたいな感じで、なんか新しいバイクを乗るみたいな感覚で、すごい楽しみです。まだね、乗ってないんですよ。今日初めて乗るんで、乗り心地がちょっと変わるのか、ちょっと楽しみです。かっこいい。結果ありました。ツーリングに、まあ一人でもいいかなと思ったんですけど、やっぱりこう、スペシャルなゲストを呼んだ方がいいかなと思って、すごい人を呼んでおります。スペシャルゲストさん、どうぞお入りください。どうも、MND 神戸店田中です。今日はちょっとお邪魔したいと思います。で、先生、今日はちょっとプライベートよろしくお願いします。そうですね、はい、プライベートよろしくお願いします。今日は、まあ、テスト走行って感じでツーリングしたいと思います。カウルもかなりガラッと変わってるので、はい、そうです ね、 ね、乗り心地も変わってくるのかなっていうところですかね。なんかシュッとした感じがあるんで気分もね、だいぶ変わると思います。そうですね、僕作ったかやったかなってステッカーもステッカー見てたのに分かんなかった、うん、そうなんです。勝手にね、何も言わず貼ったわけじゃないですからね。そうです、ちゃんとこれ貼ります。先生言ってたかなこのステッカー逆に気に入ってきちゃったんで、もうこれがいいです、むしろ。あ、全然それはね、はい、いいと思います。もうこれがいいです逆にもう買えないでくれ。買えないです、買えないです本当新しいバイク納車した感がめっちゃありますよめちゃめちゃ変わりましたもんね変わりました。写真とか撮ってもやっぱ前と全然違うんで、いいっすね。そうですね、はい、全然違うバイクですねそうですね、生まれ変わりですね。生まれ変わりました。いやー、これやっちゃう人増えちゃうんじゃないですか。増えるでしょうね嬉しいですか。嬉しい反面、どうしよう10時間ぐらい私が一応教えてもらいながらだったんで、余計時間かかっちゃったって。そうですね。いやー、スクリーンもこれかっこいいな。高速走行も感じが変わるんじゃないですかね。確かに、ちょっと楽しみっす。てか、はい、店長、なんで今日来てるんですか。え、ぜひ一緒に僕も来たいなって思って。いや、サボりたかったんですよ。いや、そのせいでいい天気だなと思いながら。いや、走りたいだけじゃん行っちゃおっかなって私がツーリングで晴れって本当珍しいんですよ。あ、そうなんですか。はい、天気予報雨でしたもんね。そうなんですよ。どうしようかなって感じだったそう、私もあ、やべえ、やっちったと思ってあ、でもやっぱり高速でもやっぱスクリーンついてるからちょっと違うかもしれないです、前より。そうでしょう、うん、気持ちの問題もあると思うんですけどやっぱり長さもありますね。はい、ないよりはあった方が。ないよりはあった方がいいです。いや、ほんとなんか新鮮だな、なんか行ってみたかったとこがありましてはい、キティちゃん。え、でしょ、キティちゃん。キティちゃん、はい、キティちゃんに会いたいなと思っているんですか。キティちゃん、はい、キティなんとかっていうとこはね名前覚えれてないじゃん僕ね、はい、キティちゃん大好きなんですよ本当に初耳ですよまあ、初めて言いましたね私もでもキティちゃん好きなんで。はいはいはい。あ、じゃあいいっすか、一緒に。ちょっといいですよね。はい、可愛いものはね、はい、みんな好きなんで。確かに、キティちゃん可愛いからな。淡路島にあるんですよね、マジで知らなかったっす。キティちゃんがね、初めて行く感じですか。初めて行くんで、まあ、さすがに一人で行けないでしょいやいやいや、行く人もいます、はい、ちょっと案内お願いします。はい、わかりました。はい、寒いあれあれ、ちょっと寒くないですか。明石大橋、あれ明石大橋でしたっけ。明石大橋、ま、風すごいから寒い寒い。うわ、海すげえ。めちゃめちゃ綺麗。え、こっちの道やば。間違えてよかったですね。店長が間違えました、道。すいませんここのね、景色を見せたかったんですよいや、これ結果的には良かったですまあ、よく言えばいいんだけど橋がこう、前からこう、ドーンって見えるこれが醍醐味です。観光に来たような。でも、たまたまでしょ僕も初めて通りましたけど
あ、そうですね。乗り心地とか。乗り心地、乗り心地変わったかですか。変わったか。変わったかはちょっとわかんないですね。変わったかはわかんない。はい、ちょっとマシになったかなっていう感じはありますけど、まあそれ以外は特に、ね、特に、はい、かっこよくなったっていう以外はちょっとあんまわかんない。揺れ的には絶対的に軽くなってるんじゃないか。あ、軽くなってるんですね、これ。軽くなってると思います。あ、そうなんだ。久しぶりですもんね。そうなんです、久しぶりだからわかんないんです。あといっぱい入ったじゃないですか。あ、そうですね。どうです、その辺の低重速ストロークアップしてるの。いやちょっとわかんないっす。変わってると思います。あ、そうなんですね。はい、やっぱり、はい、10トルクぐらい上がってますね。はいはい、10トルク。いや、10トルクぐらいですね。上がってます。うん、いい感じっすわ、これ。上がるって言っただろ。上がる言いました。上がるって言っただろ。上がる言いましたけど、そんな10トルクとかそんな細かい数字は僕言ってません。キティの、あー、キティの耳が、あ、見えた、見えた、耳が見えましたよ。あー、海が綺麗。うわ、海綺麗。最高じゃないですか。最高。ちょっと待って、はい、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいですよ。かっこよ。見てください、赤色と紫のこのコントラクション。え、アプリや RS660 めっちゃかっこいい。え、ちょっと、あの、めっちゃかっこいい。え、ちょっと宣伝やめてもらっていいですか。こっちで、こっちで、こっちよ。今日のメインはこっちです。かっこいい。いや、まあかっこいいですけど、色合いと、まあそうですね、イタリアメーカーのこのコントラクション色の、コントラクションコントラクションプリトンブル、はい、合わせて、はい、塗りました、はい、そうですね。すごいまとまってますね。そうですね。かっこいい。本当にかっこいいです。ありがとうございます。海にも映えるな。表面もいいですよね。表面もいい。このスクリーンとかも、いや、もう本当プレデターっぽい感じの、プレデター。刀っていう、刀ですね、はい、スクリーン。いや、かっけー。いや、もう気分いいっすわ。最高。いや、本当に最高。最高。すごい、キティ、ハローキティスマイル。わ、すげえ、めっちゃかわいい。かわいいっすね。撮ります。はい、あれ一人。あ、一人で撮るの。あ、そういう系。いや、何回やるどういうポーズ。僕一緒にキティちゃんと写真撮るんで、はい、アキさんちょっと入らないよ。え、そういう感じですか。はい、私なし。一回ちょっと、はい、あ、キティちゃんと撮りたいんですね。僕と1対1で写真欲しいんです。あ、わかりました。すごい熱意。あ、これですか。これけど、ここでこういうのもやるんだ、ちゃんと。はい、はい、ちゃんとね。押しましょうか。あ、ありがとうございます。うっしー。あ、いい感じです、いい感じです。かわいい。似合ってる。いや、めっちゃいい。かわいいです。やっぱキティ好きなんだけど。やっぱキティ愛出てます。めっちゃ可愛いです。行きますか。はい。おすごい。何これ。竜宮城じゃないですか、これ。あ、キティいますよ。マーメイドなりきり、マーメイドなりきり体験できますけど。あ、いいです、いいです。あ、マーメイド、マーメイド、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいの撮れましたよ。撮れました、撮れました。うわー、かわいい。すごい。めっちゃいいじゃない。めっちゃかわいい。めっちゃきて。かわいいっすね。うわ、すごい。今度はちゃんと来いです。ちゃんと来い、来い、来い。私の分もありがとうございます。はい、おしょうぎます。はい。
ありがとうございます。次はね、キイちゃんのご飯屋さんあるんで、そこ行きましょう。了解です。お、キティちゃんのじゃん、じゃないじゃなかったキティ焼きそば来ました。キティちゃんがいるのかな。しゃれてる。しゃれてる。いただきましょうか。いただきます。すごい、これね、これ持って帰りたいですね、うん、割りたくない。いただきます。いただきます。めっちゃ美味しいです。キティちゃんの味しますか。キティちゃんの味します。うん、美味しい。あ、チャーシューめっちゃうまいです。まさかカチューシャを買うとは思わなかった。めっちゃ可愛いの来ましたね。めっちゃ可愛いですね、はい、ありがとうございます。これ多分リンゴの形を。あ、本当だ。ティちゃんしか見てなかった。すごい、リンゴがめっちゃ気になる。弾力がすごい。え、何これ。発力半端ねー。そういうことね。うん、中が、うん、美味しいです、うん、あー、あ、マシュマロ、マシュマロ、あ、これがキティの味か。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。ご飯食べ終わってまさかの行ってないエリアがあったっていうありました。え、お財布めっちゃ可愛い。超可愛くない、これお財布。超可愛くないですか。いいですね。ね、2万5000円です。これも高級エリアですね。ここで高級ですね。え、これ超可愛い。めっちゃ可愛い。百貨店みたいな。クロコダイルキティ、すごい高級品。やばいやばいやばい、え、やばい、巨大キティです。すごい、画面に入りきんない。入りきらない。あ、キティちゃんいますね。あ、ちょっと撮ってください。僕とキティの。わかりました。どういう海をバックに。なんか言ってる。え？結構汚れてるね。ああ、やっぱ外にあるからちょっと。うん、僕は綺麗にしてあげようか。うわー。あ、いた。すごい。おお、いや、楽しかった。超キティ。超キティでした。いや、最高でした。すごい嬉しそうですね。店長そんな笑うんだと思って、はい、キティがあれば生きていける。似合ってますよ、はい、ハローキティ。よいしょ。おい、GSX ちっちゃいな。音ちっちゃいです。よし。うわぁ、僕と涼しい。涼しい。ちょっと暑くなってきましたね。暑くなりました、はい、心も体も暑くなりました。はい、テンション爆上がりですね。テンション爆上がり。店長があんなノリノリでキティちゃんに手振ってるとこ見てもうちょっと笑っちゃいました。もう手ぐらい振るんですよ。
キティちゃん、ファンサーやばくないですか？すごいですよね、あれね。神ファンサーですよね。ねえ、本当にもう一組、もう5分、10分ぐらいよ。なんか気分的に10分ぐらいいてくれたような気分になりました、ね、お昼ご飯の時にみんなの席にこう来て写真を撮ってくれるんですけど、デートなのみたいな感じで聞いてきましたよね、キティちゃん。はい、そうですね。いや、違う。なんかちょっとね、変な間が来ましたね。そうですね、なんかキティちゃんもあれみたいな。やべって。いやー、キティちゃんのあの衣装も竜宮スタイルでしたね。可愛らしくて、うん、可愛かったです。あれけど一年中あれですかね。どうなんだ、クリスマスとかになったらどうなるんですかね。あれ、また変わるかもしれないですね。確かに、ね、楽しみできちゃいましたね。ね、行かないとですね。今度は山の峠の方から。そうそう、朝はね、海側メインで行きましたからね。そうですね、間違って、本来だったらこっちから来たっていう。帰りは山側からメインで帰ります。わかりました。これなんかツーリングいいですね、この道も。この道も結構いいですよね、景色もいいですし、緩やかカーブでちょうどいいくらいじゃないですかね。うん、私にとってはちょうどいいです。海側もいいけど、こっち側もいいです。いいですね。店長、ウインカーついてますよ。あ、来ましたよ。あ、そう、今。いや、もうその前から分かってましたから。あ、そういうこと、はい。よく気づきましたね。よく。だってずっとそれ。よく僕が出したクイズによく答えましたね。何言ってんだ。忘れてたわけじゃない。忘れてただけでしょうが。なかなか認めない男ですね。キティちゃんに嫌われますよ。キティちゃんの前では僕はもう、よし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 。あ、人によって変えるタイプ。人によって変えます。はい、到着しました。到着しました。到着してもこれはつけるっていう感じで。あ、そうですね、これずっとつけてます。これ買ったんですよね。まあ、はい、マーメイドキティ。マーメイドキティ持ち方。GSX ネゴジュアル、この刀にしたということで、はいはいはい、以前にも前のノーマルの状態で飾らせてもらってたんですけど、はい、あ、そうですね、はい、反響あったので、はい、今回も飾らせていただきたいなと。ありがとうございます。なんか場所とか、まあね、中、はい、あ、じゃあ、はい、場所はどのあたりにやるんですか。とね、前回と同じ場所やってるんで、はい、あ、もうやってくれたんですか。早っ。おお、はい、ずっとこれ抱いてるんですね。抱いてるのもここにね。あ、いいじゃないですか。そうそうそう、こんな感じで、はい、飾らせて。あ、わかりました。写真撮影しても大丈夫ですか。もちろんです。お前もしてましたもん、はい、どんどん撮ってアップしてもらえると嬉しいです。はい、私田中も、はい、写真撮っても大丈夫なんで。え、ピンで。ピンでいいですよ。ピンでもいいですし、まあ、アキさんのバイクと一緒に、はい、あ、一緒にですか。撮ってもいいですし、その時は、はい、これえ、カチューシャですか。予防があれば、はい、つけて写真撮影 OK です。バイクも撮っていいですし、あの田中店長も撮っていいらしいんで、はい、あのぜひお待ちしてます。お待ちしてます。たまにない時あるんですけど、その時は多分私がどっか乗ってっちゃったりとか、まあ、それか修理とか理由がある時なんで、ちょっとその時はすいません、置いてないかもしれないんですけど、どうしても見たいっていう人はちょっと事前にお店に確認を事前に確認を。そうですね、一報いただければっていう感じで、はい、お願いします、はい、撮影で使ったステッカー、刀ステッカー。刀ステッカーじゃないでしょ、田中ステッカーでしょ。こちらプレゼントいたします。プレゼント、これです。分かんないんだよな、式だと本当分かんない、白いし、はい、だから見えないように動かさないでもえ、なんか合言葉あるんですか。前なんかありましたよね。合言葉は田中先生嫉妬お願いします。違うこと、これでいきましょう。はい、分かりました。それでお願いします。それを言ってくだされば先着で、先着でこちらの刀ステッカー、だから田中ね、あ、田中ステッカーでプレゼントいたします。はい、らしいです。皆さんそんな感じで、はい、ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしたら、はい、あれでいきますか。あれはい、はい、いきますよ。はい、はい、キティー、キティキティちゃんに本当言われたままやってるじゃないですか。いや、あれ、あ、すごいな。すごいなと思います、はい、確かに。あ、ちゃんとそこにも盛り込むんだな。そうですよね。あの、これ本当に言われますんで、あの写真撮るときはい、キティ。よかったです。よかったです。
これでやるんですか。